はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのは、こちら、ソフビ魂、仮面ライダー、電王、プラス、新王です。はい、これが何かっていうと、電王放送当時に、クレヨンしんちゃんとのコラボ会があって、確か、ガオの映画の俺誕生の番宣を兼ねて、みたいな、そういうのだったと思いますが、クレヨンしんちゃんのアニメ内に電王が登場して、そして、しんちゃん自体も電王ベルトで、新王に変身するっていう、僕も見たはずなんですが、ほとんど覚えてない。ただ、その後、ソフビ魂から、その新 コラボのアニメ調作画の電王が発売されたと未開封で残っておりましたので今回見ましょう。 パッケージは小窓からイマジン風のブリブリザイモン、伝説のイマジンって書いてあって、が見えたりとか、デンオーのオーラアーマーをつけてるようなシンちゃん、アニメ風作画のデンオーとモータロス。でもパッケージは完全にデンオーオマージュなんだよね。仮面ライダーデンオープラスシンオー、2007年8月3日放送、クレヨンシンちゃんとデンオーがクロスオーバーした作品、シンちゃんの家とデンライナーが接続され、ミサエに契約を迫る三段バライマジン <laughs>。 三段バライマジンに対して仮面ライダー電王と共に、しんちゃんもブリブリザイモンそっくりの伝説のイマジンを表意させて、花とかナオミもいるのすごくないあとは、今日はどのタイプタイプ別占いで気分に合わせて回答を選んでねーで、スタート、真夏の夜に俺参上、さっさとクライマックス、さっさと行くぜ、クライマックス。俺の必殺技、パート2。 りょうたろうセンスねえなあ青い方がしんちゃんっぽいのか。いや、君、突然だけど僕に釣られてみない釣られてみる契約するなら伝説のイマジンで、新王タイプと。これが様々なタイプに分かれてますね。では、開けていきましょう。あ、すごい。ベロの部分にキャラクター説明なんかも書いてある。ソフビ魂ってことで、 定価は3800円。しんちゃんコラボでゆるい作画をベースにしてるとはいえ、めちゃくちゃこだわって、作られてる感半端ない。しんちゃんのお尻を乗せるクリアダイザーっぽい。<laughs> もうこの辺はコンプラとか大丈夫なんですかね、最近は。はい、中身はこうなってて、小窓から見えてた4体のソフビが入っておりました。新王はやっぱり自立不可で、お尻型に削れてるこのクリアダイザーを、 はめることで自立オッケーと <laughs> まあちょっと電王から見ようか。電王は今ね、ドン王への道みたいな感じで、ドンブラザーズとのコラボでも出演しておりますが、もう何年連続で働きっぱなしなんでしょうね。しんちゃんのアニメ世界のアレンジがされてる電王で、でも結構口周りとかは墨入れ吐いてたり、副眼も明るいし、パッと見てデン電王ソードフォームって わかるぐらいよくできてますよね。まあ、実際の電王と比べるとこうで、アルティメットルミナスがちょうど同じぐらいのサイズ感ですが、金ラインのモールドとかがっつり省略されてたりとか、線路のクラッシャー部分なんかも全然造形が違ったり、変わってるは変わってるんだけど、いい感じの可愛いいアレンジだよな。そしてベルト部分。電王ベルトはボタンなんかも色入ってないんですね。 でも、片裏のさ、赤とゴールドの色分けとかがあったりなんかもよくできております。可動としては、両腕が動く感じで、あと腰もちょっと左右に可動しますね。でも、自律安定性もあって、ソフビ魂って最近あんまり商品展開ないような気もしますが、すごいね、チャッチくない、高級な ソフビって感じ。そして桃太郎スイマジン。電王と比べるとちょうどサイズは同じなんだけど、桃太郎スって結構ね、がっつり怪人顔なんだけど、可愛くアレンジされてるし、黒い模様部分なんかも何気に省略なくって、まあ、元々からはね、かなり省略されておりますが、後ろ半分塗られてませんよとかそういうこともなくって、これもよくできてる。はい、実際の桃太郎スと比べると、だいぶ可愛くなってますよね。 はい、クラッシャー部分の口なんんか歯が省略されてるんだ目とかもより可愛くなってるし尖ってる肩アーマーのシルバー部分なんかも全部丸っこくなっててアンダースーツなんかも省略気味なんだけどこれが要はクレヨンしんちゃん作画の桃太郎スってわけね。 じゃ、あ新王。説明によると、両太郎が変身するとき、電王ベルトに入り込んだ新之助が変身した姿。伝説のイマジンをオーラーアーマーに変換しているが、人格は新之助そのものである。ベルトのバックルがブリブリザイモンの鼻になっているということで、伝説のイマジンと言われているブリブリザイモンの未契約版みたいなやつと融合して、ただ通常は人格が変わるはずなんだけど、人格が新之助の まあまあと。首から下はほぼほぼオリジナル要素かな。一応この辺のゴールドラインとかは黒ラインも含めて電王要素って感じだけど、あとは桃がこうひっくり返ってるのか。中にしんちゃんの顔があってクリアパーツで表現でめちゃくちゃプロポーションいいっすね。メット被っててもしんちゃんってわかるこの再現度の高さ。 さらに、伝説のイマジンは、ブリブリザイモンの未契約版のような見た目になってて、確かに、ブリブリザイモンのこの顔とか鼻周りがアーマーに使われているような形ですね。なんで、通常のフィギュアサイズから比べると、だいぶ小さいんだけど、あれかな本編のスケールに合わせてあるって感じかなにしても、しんちゃん小さいけどね、 はい、これが、伝王と新王の二人並び状態でございます。で、しんちゃんは自立できないんだけど、このお尻型にえぐれてるクリア台座に乗せることで自立 OK と。<laughs> はい、ブリブリザイモンと隣同士で合わせるとこんな感じですね。 さらに元造形の電王とか桃太郎とかと一緒に並べるとこういう見た目で、これはほんとファン向けのいいアイテムですね。そして電王は去年はプリティ電王だったりとか、今年もまたね、ドンブラザーズ関連で忙しそうなので、何年連続活躍するんだよって形ですよね。というソフビ魂が発売しておりますので、気になった人は調べてみましょう。以上、ソフビ魂、仮面ライダー電王プラス新王の紹介でした。